カトゥー軍は、台南部にある軍の一つ。もともとはクラーバートゥーすなわち、岩の湾という外来語であったと推測されるが、これがなまって、カトゥーとなったとされる。1938年12月5日、軍は降格し、プーケット市の一部となった。その後1959年12月10日昇格し、再び軍となったカトゥー軍は、プーケット島の東海岸部。 パートーンビーチを中心に広がっている。内陸部にはナムトックカトゥーがあるほか、ゴルフ場などがある。海岸部アーオパートーンに面するパートーンビーチは、プーケットを代表するビーチリゾートである。しかし、パートーンビーチは湾上の地形にあることから、2004年末に起きたスマトラ島沖地震による津波では、プーケット県の中でも最も被害を受けた地区の一つとなった。 ゴルフ場、ビーチ、ホテル等があることから、リゾート地として発展している。また、タイ国内に限らず、外国からの観光客も多い。カトゥー軍には3のタムボンがあり、その階に14の村がある。軍内には自治体が設置されており、以下のようになっている。なお、タムボンカマラーにはタムボン行政隊が設置されている。ありがとうございます。